どうも、ハイチュです。外が、今日の天気予報が33度か34度が最高気温なんですが、今出たら一応、ね、この温度計で測ると 36.5 度。まあね、照り返しの温度も入ってると思うんですが、ちょっとこの状態で、今回は車内にね、放置されたらどうなるっていうのをやっていこうと思います。ということで車内に来ました。で、今風の音がすごい出てると思うんですけど、まあ、今回いろいろありまして、まず今ね、車の中を18度のクーラーガンガンにつけております。で、これを消したらちょっと温度ね、またちょっと上がっちゃいましたけど、18度つけててもね、だいたいこのぐらいになります。ただ体感はやっぱりかなり涼しいんですけど、じゃあちょっとクーラーを消した瞬間、まあ、消すとは消すか、ストップウォッチいきましょう。いっ、止めるよ、エンジンね。よいしょはい、ということで、じゃあこっから、さあ、まあね、前回で1時間はちょっと無理だと思います。はい、死ぬ気がするからで、なんだ、看護系というか、ちょ、医療に仕事をしている知り合いに相談して、絶対この気温の時は水分取らないとまずいって言われたんで、あのね、 OS1 っていう、わかるかな、蛍光補水液、すんげえガンガンに冷やしてきたけど、ちょっとこれ飲みながらやらせていただきます。はい、ということで、顔出して挨拶するの忘れましたね。どうも、ハイチです。改めてすいません。開始まだ2分なんですけど、2分で、今30度をね、すごい勢いで上がってるんですけど、温度が超えました。さて、もうすぐ7分になります。これで36度手前ぐらいですかね。さっき、ま、外で測った時とあまり変わらない温度、まあ、温度計はね、になってるんですけど、体感はもう辛いですよ車内のが全然、36超えましたね。暑くなっております。前撮った時24度だったかな、外がくらいで撮ったんですけど、まあ、その時よりもやっぱ駆け上がるのが早いですね、温度ので。まあ、たった7分で、ここまで暑くなるといった状況です。まあね、そう、今回撮るにあたってなんでかっていうと、そう、一通のメールだったんですけどこう、そう、見たと。その前のやつをね。で、なんか、いい人ぶってるみたいだけど、みたいな。クーラーつけてだったら全然大丈夫だろう。調子乗んな、みたいなことが書いてあったの。いや、待てと。オッケー。じゃあクーラーつけて涼しくしてやってやんよ、と思って。で、もちろん、クーラーつけたまんまだったらさ、まだわかんないですよ。もうそれでね、閉じまりちゃんとしてくれれば。それで鍵閉め忘れたりしたらさ、そのまま誘拐されちゃうかもしれないから危ないけど。そうだったらいいですけど、なんかその人のメールのニュアンスやと、こう、クーラーをギンギンに冷やして、だったら数分ぐらい全然平気やろ、みたいな。感じどっところさ、みたいな。だから、かなりこう、私利私欲のね、イラッとする感情の向けてるのになってるんですけど。でもまあ、せっかくだしね。そう。前のまま結構のたくさんの方に見ていただいてたから、と思って撮っております。って言って喋ったら37分だよ。37分じゃない。37度超えております。さあ、12分を超えて、40度いきそうですよね。いやー、ごめん、ちょっと水分一回飲んだ。ごめんじゃないか、いいんだよね、今回はね。ちょっと飲まんとやっていけないですね。相当、あ、超えたね。40、前多分40超えなかった気がするんで、ちょっと見返してからくれなかったんですけど、動画。まあ、10分ちょっとで、18度ね。まあ、もちろん18度にね、クーラーつけて、10分ぐらい、15分ぐらいかな、車放置した状態に乗り込んだんですけど、まあ、12分経てば40度を超えると。ねえ、ちょっとしたサウナだよね。あのね、あんまわかんないかもなんですけど、わかるかな？結構汚くてごめんね。こうね、汗がね、汗腺って言うんだっけ？からもうこうやって。俺代謝がいいんで汗かきやすいってのもありますけど、こんな感じだよ。ひとまずね、1時間はやめときます。ほんとちょっと倒れる気がするから。だけど30分までは、まあ、やばかったらやめるけど、粘ってみようと思いますんで、もうちょっと。頑張ります。はい、ということで、今ね、19分なんですけど、さっき多分30分まではちょっと頑張るっていうのを話したんですが、ちょっとここでギブします。すいません。あのね、ちょっと気持ち悪くなってきて、そう。で、今、車内温度がね、43.2 度まで来ました。まあ、服、はいね。これね、前と同じ服なんですけど、実はあの、前の動画見てくれた方から、こう、汗の量で、こう、すごい、なんだ、辛さが伝わりやすかったと思います。良かったと思いますっていうお褒めの言葉をいただいて、たまたまだったんですけど、あの時は。自分普段黒とか紺が結構多くて、それだとわからないなと思ってね、ちょっと同じ服で、
はい、やっていました。まあ、こんな感じ汗。まあ、そんなにね、前で変わんないからね。まあ、でも20分弱だからね、前回1時間入ってたんで、そう、といった感じです。すいません。ちょっとこの辺で終わろうかなと思います。ひとまず、まあ、今回ね、撮った動機はまあ同じなんですけど、まあ、そのね、ちょっとイラッとしたメールというか、だからまあ結局結論としては、18度のクーラーを全開、自分の車の全開でつけて、10分15分冷やした状態で入って、わ、涼しいってなってましたけど、まあ10、ね、すぐ36とか超えて40超えてっていう感じで、20分経ったら43度を超えるといった温度です。はい。前回も批判ありましたけど、今回も多分批判あると思うんですよ。あってもいいんですけど、ただ、自分ね、これ、隣がさ、うちの下の子のチャイルドシートなんですけど、うち二人子供がいるからね、下の子のね。で、その、なんだろう、ちょっといいや、みたいな。ね。ちょっとなら大丈夫でしょ、つって、将来みんながね、親になった時に、車戻ってきてさ、ドア開けたらここで死んでるんだよ、自分の子が。でそんなんもさ、減らしたいじゃん。だから、ね、今回変なメール送ってきた、方とかそういう方もいらっしゃるんだけど、でも自分のチャンネルでこう見ていただいてる方ぐらい、ね、学生が多いからさ、学生の子がみんなが大人になって、親になった時ぐらい、そういう風になってほしくないなと思ったんで、はい、撮らせてもらいました。ちょっと2回もね、渡ってなってしまったんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。微力ですけど、本当にちっちゃい力ですけど、こういう事件が、まあ、こういう事故が、まあ、事件だね、殺人事件が、減ることをね、心から願ってます。そして自分も改めてね、気をつけます。はい、自分子供いるからね。すごいね、汗ね。はい、ということで改めてここまでご視聴いただき、ありがとうございました。